すべての道はローマに通ずと昔から言いますが、仕事の後にローマに行ってきました。仕事終わりに直接羽田空港に向かっています。この日は少し雨が降っていたのですが、まあラウンジでシャワーに入れると思って寒さに耐えています。持ち物は今はこれだけ、他の荷物はすでに空港宅配で送っています。羽田空港にもバイクの駐輪場があります。24時間ごとに500円だったっけな。帰りの便の時間が微妙なので終電を逃す可能性もあるので足を確保しています。バイクを P2 に停めたので最寄りがターミナル1になります。そこから連絡バスでターミナル3へ、 P さんと合流して荷物をピックアップしてさっさと出国しました。まずはラウンジでシャワーに入りたい。ティアットラウンジっていうものが使えるので入ってみたんですが、シャワーは3時間待ちだそうで諦めました。ここ前からこんなに混んでましたっけね。喉が渇いたのでドリンクをと思ったんですが、グラスがなかったり、あれあれって感じです。まあ食べ物はね微妙なんですが、この後機内食食べるんでね。このラウンジ穴場的な感じで良かったんですが、今回はなんかめちゃめちゃ混んでて掃除とか補充が追いついてない感じでした。まあそういう時もあるでしょう。もう搭乗ゲートに行っちゃいましょう。今回もカタール航空を使います。前回印象がとっても良かったので、ドーハで乗り継ぎをして最終的にローマのフィウチミーノ空港に向かいます。この羽田便、出発時刻は絶妙ですね。仕事の後少しゆっくりできてから出発できる。世話しなくないので非常に気が楽です。今回の機体は A350 というものです。エアバスの機体ですね。非常に新しい感じがします。頭を固定できるヘッドレストがあるのでネックピローを持ってこなくてもよかったです。座ってみるとこんな感じです。圧迫感はありません。電源もちゃんとあります。正直なところエコノミークラスの座席なのでそう紹介するものもないんですけどね。レッグマージンは足は組めませんが、まあ LCC に比べたら広め、当たり前ですが、カタール航空はエコノミーでもアメニティがもらえます。後で紹介しますね。機内安全ビデオが流れて離陸が近づきます。分かりづらいところに USB の端子があります。ドアが閉まりました。いよいよ離陸です。はい、離陸後です。照明が綺麗です。この日の航路は日本列島を横断して今能登半島手前っていうところですね。そして機内食の時間です。私はビーフを選択しました。前回のビーフコテージパイのような強烈さはなく普通の機内食です。美味しかったですよ。食後にコーヒーとお菓子が出ます。カタール航空のプリビレッジ会員は機内 Wi-Fi が1時間無料ということで使ってみました。自分の乗っている便をフライトレーダーで見るのはなんだか新鮮な気分。お手洗いは何回か行ったんですけれども綺麗に保たれていましたね。お腹もいっぱいになって照明も消されました。私は気絶しました。そういえばこの飛行機のエンジン音少し小さい気がしました。おかげでよく眠れました。朝です。こちら朝ごはんです。パンケーキにホワイトチョコレートソースをかけたもの。朝からがっつり甘いのいきました。まあ当然普通の朝食もありますのでご安心を。こちらアメニティの中身です。靴下、歯ブラシ、耳栓、アイマスクです。ドバイでも万博やるんですね。大阪どうなっちゃうんでしょう。細かいことなんですが、ベルトサインが液晶なんです。すごい。これなら一つのディスプレイでいろんな表示ができますね。はい、というわけで着陸しました。降機します。ドーハ空港に着きました。沖止めですね。ターミナルまでバスで向かいます。はい、ターミナルビルに入りました。行きの乗り継ぎは3時間以上あるので、まあどっかプライオリティパスが使えるラウンジに入ろうと思います。相変わらずドーハ空港の活気はすごい。1年ぶりの空港内の電車です。 P さんも嬉しそうです。行きはね時間に余裕があっていいんですが、
帰りやばいことになります。予告しておきます。検証でこの車が当たったら大変なことになりますね。こちらがプライオリティパスが使えるアルマハラウンジの入り口になります。中はこんな感じ、落ち着いた雰囲気です。食事は羽田のティアットラウンジよりは豪華でした。ただ結構機内食でお腹がいっぱいだったので、まあ食べれる余裕はなかったですね。この空港の場合物価が高いのと、あと円安のためですね、ちょっとコーヒー飲むだけでも結構かかりますので、プライオリティパスが使えるラウンジはありがたいですね。そしてやっと、僕にとっては24時間ぶりにシャワーに入ることができます。汗を流せてよかった。生き返りました。さあ、ローマ行きの飛行機の搭乗口に行きます。1年ぶりのドーハ浜戸空港なのですが、通ったことないエリアもあり、結構増築してるのかなと思いました。こちらがローマ行きの搭乗口です。やはり沖止めでした。バスで搭乗口まで移動します。万博をやるためかターミナルの増築をやってましたね。こちら搭乗機です。これもエアバス A350 です。そういえば座席の配置なんですけれども、343じゃなくて333なんですよ。気のせいかもしれませんが、少しだけレッグマージンが広いような、スマホのようなコントローラーがあります。同じ機体でも仕様が違うんですね。今回はアメニティはなく衛生キットが配られました。マスク、手袋、アルコールジェルだったっけな。今回は窓側を撮ったんですが、羽が真ん前でですね、何にも景色が見えませんでした。失敗した。離陸後割とすぐに機内食の準備が始まります。こちらビーフのメニューです。わさびビーフご飯みたいな感じ。なんだよわさびってって言ってたんですけれども、意外にうまくてですね、感心してしまいました。よく見たらスイーツの上のチョコレートが万博のマークでした。ドバイ万博ですよ。 P さんはパスタにしたようです。これめちゃくちゃ美味しかったです。こっちにすればよかったな。途中何回か飲み物とお菓子が配られて着陸です。7時間ちょっとかな。実は何回かイタリアには来ているのですが、ローマは初めてだったりします。ザ観光地のようで、正直ちょっと敬遠してた部分はありました。ただまあ帰ってきてこうやって動画編集してますと、ああローマ行ってよかったなと素直に思えます。さてローマのフィウチミーノ空港に着きました。レオナルドエクスプレスという電車に乗って市内まで行きます。ずっとローマに来たかった P さんはご機嫌ですね。はい、というわけでこの動画の前半戦はおしまいです。帰りはタイムアタックです。ぜひ見ていってください。今ですね、イタリアから出国するために、ミラノのマルテンサ空港にいます。ドーハで乗り換える際、乗り継ぎ時間が50分しかないんですね。ドーハの空港って45分がミニマムコンディションタイムとして定められていますと。なのでそれを下回った場合は、まあ、無条件にストップオーバーになっちゃうんです。で、まあ、6分ですね。6分飛行機が遅れたら無条件でストップオーバーになっちゃう。だからどうなっちゃうのかな、ドキドキだなと、係のお姉さんに大丈夫かねって聞いたら大丈夫ですって言ってましたけど、どうなることか、これからですね、7時間後どうなっているかっていうのを、まあ、お伝えできればと思います。乗り継ぎに時間がない場合、チェックイン時にこんなタグを荷物に付けられます。いやー緊張してくるな。実は初めてカタール航空に乗ったのが2016年だったのですが、その時の帰りの便でストップオーバー食らいまして、ただまあ四つ星ホテルとか用意してもらって全然良かったんですけどね。さてもう間もなくドーハ空港に着陸です。ミラノからの便がドーハに着いて降機が完了するまで9分かかっています。それからひたすら歩きます。10分ぐらい早歩きで歩いたかな。最後は肩で息していましたね。運動不足がたたった。しっかりセキュリティチェックがあるんですけど、結構並んでて萎えます。まあでも進みは早い。セキュリティチェック後、シャトルバスに乗って搭乗機の前に到着するまで到着から38分かかっています。まあここまで来たら羽田行きの便が行っちゃうってことはないと思うから大丈夫なんですけどね。気ばっか焦る。
搭乗機に着きました。これも A350 ですね。行きと同じなのかな。ちなみに僕らの他に何人かバスに乗ってました。はい、こうして自分の席に着席しました。まあこうして間に合ったわけなんですが、本当に45分きっかりかかりました。ただこれは最高にうまくいってのケースです。セキュリティチェックで時間食ったりすると結構辛くなりますね。離陸後ほどなくして出た機内食の味は覚えてないです。また機内 Wi-Fi が1時間無料だったのでフライトレーダーを見たりして遊びます。そうこうしているともう着陸です。行きは12時間50分ぐらいかかりましたが、帰りは9時間半ぐらい。帰りはジェット気流に乗って帰れるから早いみたいですね。この時羽田への到着が少し早まって22時15分頃になっていました。私は神奈川の奥地に住んでいるのですが、この時間でも電車で帰る場合はちょっと帰れるか帰れないかというタイミングです。なのでやきもきしたくないのでバイクで来たという寸法です。とはいえ高額のためタイムアタックをしてみました。飛行機が到着して日本に再入国するまで41分かかってます。それから Wi-Fi を返して空港宅配でスーツケースを送ったりしたらもうやばいですね。というわけで駐車場に戻ってきました。 P さんとタンデムして神奈川の奥地へ帰ります。ご視聴ありがとうございました。